のうち真田幸村の幼い子供たちが追う目を頼って次々と白石にたどり着きます。追う目は重長の妻にもことのほか可愛がられました。重長の妻は病気で亡くなりますが、追う目を後添えにと言い残したと伝えられています。その遺言に従って重長と追う目は以後50年間仲良く連れ添いました。二人には子供が生まれませんでしたが、先の妻が産んだ娘を嫁がせ、その娘と儲けた男の子を三代目片倉家当主影長として据えています。影長は有名な伊達騒動の時、幕府から命ぜられ伊達騒動の後始末をします。歴史にもしはありませんが、もし重長が追う目の方を引き取らなければ、また影長が追う目によって育てられなければ、伊達家の歴史もなかったかもしれません。真田軍、よく戦った。勝ち抜きをあげよう。真田軍、抜刀。えい、えい、おー。えい、えい、おー。えい、えい、おー。片倉軍、皆、ご苦労であった。勝ち抜きをあげよう。片倉軍、抜刀。おー。えい、えい、おー。